じゃあ始めるぞ。5、4、3、2、1。ちょっと待った。なんだよ。何かあったのか。うんこ。ああ、わかった。早く行ってこい。本当に早いんだろうな、あいつ。エンジン止めてけよ。再カウント始めるぞ。5、4、3、2、1。ちょっと待った。わーり、トイレに財布を忘れてきた。取りに行っていいか。何やってんだ。早く取ってこい。あったあった、よかった。プリキュア正代だな。やーべえ、鍋を火にかけっぱなしだ。3、2、1。心配だ。ガスタービン4両、ディーゼル4両のハイブリッド編成。なるほど、そうきたか。鉄道用エンジンとしては実用化には至らなかったが、経済性を問題にしないバトル専用仕様なら、あるいは。こちら学園前、阪急2000が先行します。小柏のやつも案外口ほどじゃねえな。今日一でさえ捕まえきれなかった阪急2000なんだ。先行させたらどうにもならねえだろう。ディーゼルで上りじゃあな。どうかな、
小型軽量高出力だが出力特性に難がある。ガスタービンエンジンの戦闘力は未知数だ。小菓子屋も何も考えずに近鉄奈良線を選んだわけじゃないだろう。近鉄奈良線は山越え路線の割にタイトなコーナーは少ないからな。どちらもハイスピードなコーナリングが慎重なだけで、土壇場での一発勝負を左右するのはデータでは見えない何かかもしれないな。ながら惚れ惚れするぜ。パッシングポイントが少ない上に全く隙がない。ミスを待ってたらそのままゴールしちまうな。決めた。石切り通過で仕掛けるぜ。けどよ、このままだと先行してる阪急の方が有利なんじゃねえか。ダウンヒルに入ったらあいつを捕まえるだけでも至難の業だぜ。本当に策なんてあるのかよ。一言で言えばライン、鉄道ではありえない究極の走行ライン。単線区間で先行列車をぶち抜くため、土産線特急だけのスペシャルライン。土産線スペシャル、なんのことだ。それはな、あてめえなんてことを。たった今からてめえはエンペラーのケイスケ君だ。いいな。よくねえつうかわけわかんねえ。殺すぞ。おはよう、こんにちは、僕、ケイスケ君。そりゃオウムじゃねえか、バカ野郎。あれ、声が遅れて金魚がやる芸じゃねえだろ、アホ。もっと殴ることはねえだろ。バカになったらどうすんだよ。それ以上バカになるならぜひ見てみよう。すみません、もう十分バカです、はい。ああ、何しやがるんだてめえ。はい、おすけてめえ、待てこら。どうしたんだ、あれ。ありかよ。悪く思うなよ。インベタのさらにインとは空中を描くラインだ。高低差のある地形だからできる掟破りの短絡線、土産線スペシャルラインだ。もう一丁。ジャンプをクリアしてきやがった。運転センスの塊みたいなやつだぜ。けどな、一度俺を前に出したらノーチャンスだ。このまま一気に難波まで突っ走るぜ。この勝負勝った。親父の言った通り負けるな、こりゃ。そういえば親父何か言ってたか思い出さなきゃ。いいか、一度しか言わねえぞ。
木田太郎ってよ、実はズ。ズ？しかも普通に点々って。この後なんて言ってたっけ？やっべ、すっげえ気になるぜ。絶対に防げない走行ラインだと？ああ、どうしてそれを巧みに教えなかったんだよ。教えても防ぐのは無理だからさ。単線区間で先行列車をぶち抜く発想がねえと。単線区間で先行列車をぶち抜く？近鉄ってのは伏せからこっちが複々線になってる。鶴橋を過ぎたら上本町の地上ホームで何倍抜ける地下線に分かれるだろう。ああ、勝負かけるならその最後のポイントしかねえぞって逆に言ったんだ。そこに差し掛かる時は絶対お前が後ろにいるはずだからね。あいつピンピンと来ない顔してたけどな、今頃は意味が分かってるからな。抜き方のアドバイスはしたのか？一応な。もし俺の言ったことがあいつに理解できていれば、抜き返せる確率は 50% ぐらいある。なんだよ、それでもたった 50% しかないのかよ。少ねえな。当然だ、全力で逃げる相手がいるんだ。テレビゲームじゃねえんだぞ。めちゃめちゃうまい。抜かれて後ろから見るとそれがよくわかる。ついていくだけでもいっぱいなの。抜き返すチャンスなんて。親父、なんて言ってたっけかな。仕掛けるポイントはラストの複々線区間だ。その時相手は絶対にお前の前にいるからな。そんなことわかんないだろう。わかるんだよ、それが。いいから黙って聞いてろ。こっからが重要なんだ。鶴橋を過ぎると複々線が地上と地下に分かれる。それがお前のチャンスだ。高低差を使え。そこまでに勝負が決まってなけりゃお前はもう気がついてるはずだ。親父は小柏があのジャンプで来ることまで読んでいたわけか。けど肝心のその先が分かんねえ。複々線が分かれるだってどうしようってんだよ。鶴橋通過、次のコーナーで複々線も終わる。その先の地下線に入ればもう手も足も出ねえだろ。須藤恭一が捕まえられなかった藤原拓海を俺はぶち抜いた。気分が同じ、何もかも作戦通りだ。複々線が上と下、分かったぜ親父。ここしかない、ラストチャンス。狭い緩いカーブになってギリギリで乗れる。お前のテクなら並んでいける。もつれて日本橋に飛び込めばあとは運だ。せいぜい頑張ってこい。なんだこの加速は。一体何が起こりやがった。くそ、誰が。
どうですか？プロペラシャフトが真っ二つだ。エンジン出力アップに振り子傾斜角増加、シャフトそのものも軽量化して無理させてたからな。とにかくうまく避けてくれて助かったぜ。礼を言うよ。絶対に勝つ自信があったので負けたのはショックだが、いい体験をさせてもらったぜ。でしたが、怪我人はいませんでした。一夜にして復興を遂げた大阪府東部一帯は普段通りの朝を迎え、すげえな東大阪。頑張ろう関西。